ボートレース大村、今日から始まりました7日間シリーズ夜の九州スポーツ杯、初日メインは最終レース第12レースの発祥地選抜を迎えました。1号艇は原田幸也、2号艇深川慎二、3号艇桑原優、4号艇中野次郎、5号艇村上亮、6号艇中田龍太、以上の6選手によって争われます。雨で始まりましたが、今日は5レースの時間には上がって曇り空が続いてきました。風も時折わずかに出てという程度で、非常に穏やかな水面コンディション、今もスタート付近はそれほど風はなくという状況です。注目の戦い、発祥地選抜戦枠なりの3対3と折り合いついています。1コース1号艇の原田幸也は初戦、第5レースは2コース進入、指して1着スタートです。2号艇の深川慎二、前半2着、3コースに3号艇の桑原優です。4コースから外3艇ダッシュ起こしの角戦、4番の中野次郎、5コース進入、前半は鮮やかな角からのまくり差しで1着、5号艇の村上亮、6コース6号艇中田龍太です。進入は枠なり3対3の体系でスタートしていきました。それほど差がない中でも、1コース1号艇の原田がスリット先行で1周目第1ターンマーク、3号艇の桑原が行きました。1番アクシデント、だいぶ波乱となってきました。大波乱の展開です。アクシデント起こりましたが、現在先頭は2号艇の深川、その後に6号艇の中田、そして3号艇の桑原と3艇構想しています。なおスタートは前提正常です。なお1号艇の原田が1周1マークにおいて妨害のため失格です。1番の原田は妨害のため失格、また4番中野が遠走のため、そして5番村上は転覆のため失格となっています。暫定失格、大波乱となっているんですが、今先頭の2号艇の深川が2周1マーク、15艇の横を過ぎていきます。6号艇中田龍太が2番手です。そして3号艇の桑原が3番手を構想となっています。3艇構想する体系は、先頭から2番、6番、3番の順、2周目のバックスレッジ、これから2マークの旋回、先頭の2号艇の深川慎二です。1周の1マーク、3艇失格の大波乱は、1号艇の原田が妨害、そして4号艇の中野エンスト、5号艇の村上が転覆により失格となっています。今3周目1マーク、大波乱の中を抜けて先頭を走る2号艇の深川、1マークを終えて最後の向こう正面へと入っています。6号艇の中田龍太が2番手です。3番手に3号艇の桑原優、暫定構想する動きは2番、6番、3番の順、大波乱決着ということで、配当も高配当になっていきそうです。16万周となりそうです。第12レースの発祥地選抜はまもなくゴールを迎えます。先頭は2番深川ゴールイン、2着6番中田、3着は3番桑原、なお1周の1マークにおいて1番原田は妨害のため、そして4番中野がエンスト、5番の村上転覆のため失格です。